スタンリー・ロジャーズ・リーザーは、アメリカ合衆国の政治家、軍人、法律家、陸軍次官、陸軍長官、政策担当国防次官を歴任した。1917年12月5日に、ニューヨーク州ニューヨークにて誕生した。父親は、広告会社社長のスタンリー・バーネット・リーザーである。グロトンスクールを経て、1939年に、イェール大学を卒業。 在学中は学生友愛会スクロールキーに所属した。続いてイエール法科大学院に進み、サージェントシュライバー、ジェラルド・フォード、サイラス・バンスラと知り合った。第二次世界大戦期は学業を中断して陸軍士官を務め、シルバースター、ブロンズスターメダル、パープルハート賞を受賞した。第二次世界大戦後はウォールストリートで働き、 法律事務所でエベボイスの組合員となった。1965年4月から陸軍時間となり、1965年7月にベトナム戦争に際して、ジョンソン大統領はリーザーを陸軍長官に任命し、ニクソン政権の1971年6月まで在任した。1978年8月から1979年4月まで、 政策担当国防次官を務め、1984年に陸軍士官学校からシルバヌス聖夜賞を受賞した。2012年4月17日にワシントン DC の自宅で死去した。94歳だった。ありがとうございます。